レシピ下北は、東京都世田谷区北沢2丁目にある大型商業、施設である。中核テナントのフディアムの店番号は0751。閉店間際のグルメ式下北沢店映画館が、この地で開業し、閉館、そして月光ビルに、スーパーの中日屋が入居し開業したのが始まりである。その後、中日屋が、大英に吸収合併されたため、 大英下北沢店となり、その後、グルメシティ下北沢店に変更された。運営会社や、忠実屋を買収した会社が大英だったことから、地域では、グルメシティではなく、大英と言われ、親しまれていた。2006年には、忠実屋の物件を引き継いでいた大英が文芸社のグループ会社である、ブックハウスジャパンに売却、ブックハウスの商業ビル開発を理由に2007年9月を、 メイドに閉店が決まったが、結果的に2008年1月13日に閉店し、建て替え工事を行うこととなった。本来であれば、地上6階前後の建物を建設し、2009年頃に営業再開予定であったが工事の進展はなく、計画は頓挫した。グルメシティア土地に地上8階、地下1階建ての大型商業施設レシピシも来たとして開業。設置主は、 世田谷区の地場企業である、キャピタルソリューションズで、ブックハウスジャパンから土地を購入していた。中核店舗は、大英の都市型スーパーであるフディアム下北沢。他の専門店より一足早い2011年9月1日にプレオープンし、同年9月5日にグランドをオープンした。大英の関東の新規出店は3年3ヶ月ぶり。その他専門店は10月より順次開業する。 なお、敷地は、大英のほか、隣接地で、半世紀にわたって営業していたジャズキス様サコが、建て替え時の立ち退きに協力し閉店した。ありがとうございます。